なんかこれ ET みたいですね。これ ET に似てますね。なんかね ET っぽいですね。あ、始まったんかなこれ。あ、これか。つうか、あ、こういう感じなんやね。これ僕ね操作してますけどね、これあれですね、斬新ですね。画面の3分の1しか使ってないっていうところが。これどうすんのかな、入っていいのかなこれね。次々、まあこれエイリアン退治のゲームってことか。これ3人でプレイできるっていう感じなんでしょうね、多分ね。おお、めっちゃ強いこいつ。あれ？立てなくなってる。足が不自由になっちゃったか、これ。足やられたってことか。あ、取り憑かれてる。エイリアンに。ダメージ受けるとこんな感じでだんだん不自由になってしまうんですね、体がね。それでも攻撃できるというね。あ、あ、ちょっと待って、救急車みたいになったぞ、今。戻ってみよう。ああ、もうなくなってるか。今の救急車みたいな、あれすればちょっとこう、治るんでしょうね、体が。あれ？これ回復ちゃうの？あれ、取れないぞ。これ殴ってるんですね、これ、一応。おう、あ、取りつ、あ、テレキに取りつかれてるのが治った。こいつちょっとでかいやつ強いから逃げよう。いった、あ、に、人間の骨がある。あ、これ救急車や。これちゃうの、救急車と。あー、どっか行ってもうた。これしかもね、これ何？これ飾りか？飾りみたいなもんか。あ、また救急車みたいに来た。これどうすんだろうな。あー、逃げていった、もう。もうヒットポイント5しかないけど。あ、死んだ。なるほどね。はいはい、大体分かりました。面白かったですね、なかなかね。あれ、セーブは、ノーでいいよ。